はい、こんにちは。神奈川県横浜市の警備会社、株式会社イージスです。今日は2月の24日の土曜日の夜なんですけれども、土曜日の夜といえばね、第三京浜保土ヶ谷パーキングエリアですよ。まあ、バイク乗りの聖地と言ってもいい場所で、僕もね、数年前までバイク乗ってたんですけれども、今はもうね、そうでもないみたいなんですけれども、15年ぐらい前までは結構ね、土曜日の夜といったら一般車、四輪車が止められないぐらい二輪車で埋め尽くされてたぐらい、まあ、バイク乗りの聖地と言われていたような場所なんで、まあ、今どういう状況になってるのかっていうのを久々に行ってみたいなと思って、せっかく土曜日の夜なんでね、まあ、これからちょっと行ってみたいと思います。満月。家からね、一番近い第三京浜の入り口は、まあ、続きなのかな、続きとちょうど江北インターの中間ぐらいに家あるんですよ。で、まあ今日保土ヶ谷パーキングなんでね、江北から乗った方が近いかなということで、今江北第三京浜のここが江北インターです。江北の入り口、まあ、ここから 2,3 キロぐらいでもう保土ヶ谷パーキングには着いてしまいます。土曜の夜の第三京浜っていうと、やっぱりね、昔バイク乗ってた時は本当ワクワクしてましたね。はい、横浜戸塚方面、バイクの姿は全然見れないですね。四輪車ばっかり。やっぱもうバイク来てないのかな。ネットなんかでもね、保土ヶ谷パーキング土曜の夜って調べても、お、バイク、バイク、あれ保土ヶ谷行くのかな。第三京浜保土ヶ谷パーキング夜、土曜の夜って調べても、やっぱりね、最新のでも2015年とかそういうのしか乗ってなくて、まあ全然やっぱ来てないのかなっていう気しますよね。保土ヶ谷パーキングまであと2キロ。保土ヶ谷パーキング到着しました。見た感じバイクは全然いる気配ないですね。四輪車ばっかり。あ、ちょっとね、降りてみます。あ、全然バイクいねえ、全然バイクいねえ。これ一台もいないんじゃない。え、そうなん？土曜の夜の第三京浜。だってバイク置き場にすらバイク1台も止まってないって。マジか。いや、15年ぐらい前はここ本当に四輪車止められないぐらいバイクでいっぱいだったんですけど、これが土曜の夜の第三京浜の現在ですよ。なんか寂しいな。
いやー、なんか残念だな。お土産屋さんも松屋が運営してるんですね。土曜日の夜8時というのにバイクは1台もいないという。お、2台ぐらい来てますね。2台、それでも2台。いやー、本当残念だな。ここに来ればね、見たこともないような珍しいバイクとか、雑誌のしか乗ってないよぐらいのものすごいカスタムをしたバイクとかがね、土曜日の夜の第3に来れば見ることできたんですけど、今その影もねないですよね。岡沢の出口で、丹町方面。いや、もうバイク人口自体が減っちゃってるんですよね、きっと。よく出先とかでね、サービスエリアとかパーキングエリアね、寄ってもバイク乗ってる人たちって結構年配の人が多くてね、あんま若い人乗ってないですよね。まだ警備員だった時はね、警備の現場で夜勤なんか出ると結構ね、飛ばしてるバイクとか見れて、それもね、楽しみの一つだったんですけれども、そういう光景ももう見られないんでしょうね。今ね、ここちょうど神奈川区の片倉町のあたりなんですけれども、まあ、帰りはね、さすがに家が中町内なんで、帰りはさすがに下道で帰っても大差ないんで、この時間だとね特に下道で帰ってます。ただやっぱり土曜日の夜だったら普通バイクね、もっと走ってていいはずだと思うんですよ。まあ寒いからっていうのもあるとは思うんですけれども、いや寒くても僕バイク乗ってましたからね。うん、全然バイク走ってないですもんね。5台乗ってたんですけれども、一番ね、小さいのは通勤とかに使ってました、ヤマハのアクシス100ですね、2サイクルのスクーターです。であとはね、89年式の NSR250、 92年式かな、91年式かなんかのヤマハのモトクロッサーの DT200、 あとはこれもヤマハの単気筒 SRX400、 そしてね、スズキの GSXR1100 幽霊エンジンのバイク5台ね乗ってたんですけど、会社の経営がね忙しくなってきたんで、バイクに乗る時間なくなっちゃってね、全部手放したんですけど、まあ今まだね子供も小さいし、ツーリングに行くね時間ないんですけど、やっぱりまたツーリング行きたいですよね、仲間たちと。だからもう少しね、子供も大きくなって時間に余裕ができたらね、またバイク乗りたいと思います。まあその時はね、多分そんなにスピードの出るバイクももう必要ないと思うんで、はやぶさぐらいがちょうどいいかなっていう感じはしますね。